はいどうも、ラッチセッションのラッチです。今日は、アーマッドカリスマ選手のチュートリアル。1番、モーラをやっていこうと思います。チュートリアルばっかりじゃなくて、まあ、フリーとか、そういうところからいろんな要素を抜き出すのも大事かなと思うんですけど、まあ、とりあえずいろんなものに触れていこうっていう感じですね。次の大会に向けて既存の技の練度を上げていくのと、まあ、今後を見据えて新しい技を調べたり、開拓していくっていうところ、どっちもやんなきゃいけないっていうのが、まあ、また大変なところですね。この技の、ポイントというか、面白いところは、同じリストマウントの形から入ったり出たりというか、ロールする方向を前、後ろ、前、後ろって変えていって、最終的にまあトライアングルができるというところですね。基本的に、この1回ロール、2回ロール、3回ロールする、この動き、全部基本のリストマウントの形から派生しているやつなんで、そこのところとか参考にして、今後技に取り入れていきたいなと思います。あと、最後の、このチョップスティックの裏側で手の裏を通すところ。ここもね、手の表と裏をちゃんと使うっていう、そういうところを参考にしてね、今後いろんなところに取り入れていきたいかなと思ったところでした。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、評価よろしくお願いします。他の動画もチェックしてみてください。それでは、ラッチステーションのラッチでした。また明日。